そのウォッカをちょうどマークする形で春の女王ビクトリアが微笑むのはどの馬か。今年も府中には強い風が吹いています。スタートしました。素晴らしいスタートを切っていきました。さて何が行くのか。おっとブーケフレグランスか。ブーケフレグランス、そして内からは湘南ラノビアと行きました。ヤマニンメルベイユも行きます。間をついてはセラフィックロンプ。前4頭の先行争いにブラボーデイジーが現在5番手、6番手にウォッカ、6番手にウォッカです。そのウォッカをちょうどマークする形でリトルアマポーラがついていきました。マイネレーセル、ジョリーダンス、そして5番のザルマ、ちょうど中段どころ、爽やかラスカル、そして当番のムードインディゴが行きます。あとは7番のレッドアゲート、川上プリンセス上がっていった、川上上がっていった。そして8番のチェレブリタ、そして16番のアルコセニョーラ、背足にかけるレジネッタ、そして18番のヤマニンエマユという体勢。先頭から新街まで11、2馬身といったところ、それほど縦長にはなっていません。800の標識通過。先頭1番の湘南ラノビアの逃げがリードちょうど1馬身。2番手に4番のブーケフレグランス、スカーレットの妹です。そしてその後ろにヤマニンメルベユがつけています。その後ろ2番のブラボーデイジーと並んでウォッカがいる。さあ4コーナーから直線コース、ウォッカが先行勢を射程圏に捉えている。先頭湘南ラノビアだが、ウォッカ馬なりだ、ウォッカ馬なりでもう先頭に並べかけようとしている。ブーケフレグランス